阪神&オリックス V パレード神戸&大阪で計96万人、兵庫大阪連携阪神タイガースオリックスバファローズ優勝記念パレードが23日兵庫神戸と大阪御堂筋で同時開催された。阪神とオリックスが午前&午後と分かれて実施、用地で計96万人を動員する大イベントとなった。阪神は午前の神戸会場で26万人を動員し、午後の御堂筋会場では35万人を動員。御堂筋では60年前に通っていた東岡田監督が明かしたように、大阪市立愛美小学校の跡地からスタート。岡田監督はもうすごかった、とにかくすごかったと驚きの声を上げ、近本も勘違いしそう、甲子園とはレベルが違ったと声を弾ませた。オリックスは午前の御堂筋会場で20万人、午後の神戸会場では15万人を動員。中嶋監督は本当に人の多さにびっくりしました、思いのほか手を振っていただけてありがたいですと振り返った。神戸でのパレードはもともといた本拠地ですので、神戸でやれるとは一つも思ってなかったので本当に良かったですと感慨に浸った。神戸はまあまあ良い距離でパレード見られたけど、御堂筋のワーや無理やは人多すぎ、2カ所はしごしてまともに御堂筋で見られた人おらんのちゃうか。推定何人来てたんや。せなら阪神、かならオリックス、 NPB なら阪神ってファンも関西なら一定数いるやろ。普通に多いと思う。同僚が日尻でどっち応援するか迷ってたわ。オリックスの御堂筋も結構多いなと思ってたけど、阪神はレベチやった。そうなんや、午前中の御堂筋見てなかったから。結構埋まってるやん。空の阪神で筋の奥までみちみちなの見てたまげたわ。オリも去年はそうやったんやぞ。今年の阪神はさらに一回り多かったけど。阪神の大阪めちゃ多いのは分かったけど、同じ時間に神戸見たけど神戸も多かったわ。御堂筋沿いのビルの会社の窓から見てる人たちが羨ましかったわ。ビルの2階が選手のバスとちょうど同じ高さでめちゃくちゃ手振ってもらってた。ビルの関係者やもしくは入れてもらえる人がめちゃくちゃお得やな。人混み回避やし、トイレ気にせず酒盛りできるしな。パレード見るために出社した人と香りそうやな。明日から寒くなるで、今日でよかったな。2003年が40万人だし。2003年超えってすごいな。日本一パレードやもんな今年は。それもあるし別の祭りも重なってるのも大きいな。やっぱ優勝戦とダメなんだな。やっぱり関西の阪神人気はすげえわ。よく見るとオフィスの窓から出るや中野のタオルを掲げる人が。休日出勤なのか、パレード見るために会社に来たのか。おっさんとかもみんな私服だったから多分パレード見るために会社来てたと言わら。いやー御堂筋やばかったな。いやーでも1回でこんな A 経験できるんやったら何度でもしたいな。で2003万2005あたりに行ってたはずなんやけど時間かかったな。こういうパレードの日ってちょっとええもん食って帰ろかってなるから、実際に現地に行ったりする交通費はもちろん、パレード見た人にも結構経済効果あるような。わらわら淀川の花火大会とかでもそう思うわ。帰りの街の飲食店すべて満員になるしな。とっとと地下鉄乗ってるのめっちゃおったで。大阪人はその辺ちゃんとシビアや。あれで35万人か。35万人の来場か御堂筋。午前だけで46万人、午後入れたら相当な集客やろ。帰り際に買い物するやろし、 WBC の経済効果がしょぼいわ。わらこれ御堂筋だけならもっと来てたんか。危ないから分けて正解やろ。御堂筋30分で行けたけど人多いからやめといた。35万か、まあそんなもんやろで。50万もおったら中之島の方までえらいことになってるやろうから、実際はそんなこともなかったで。難波線でどんだけ儲けたんやろ阪神今回のシリーズで。人いっぱいやけどイテオンにならずに済んでよかったな。阪神61万人、午前神戸26万人、午後大阪35万人、折35万人、午前大阪20万人、午後神戸15万人。県人クッソおるやろな実際。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。